はい、どうもいつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それで今日はね、久しぶりにFacebook の方にね、今日はバイク楽しみますってアップして、それでヘルメットかぶっていざ出動と思ってね、エンジン回したところでね、セルがキュル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 もうね、これがね本当にね、おっちゃんのね、日常のガレージライフです。それでね、この充電器、これいいですよ。これこれね、弱ってきたバッテリーも充電してくれるんですよ。でバッテリーがダメかどうかっていう表示も出るしね、それでこの今電圧、そして、容量が今何パーセントになってますかとかね、これねめちゃくちゃ安かったんですよ。はい、これね本当ね、私買った時ね6800円ぐらいだったんですけどね、本当ね死にかかってたバッテリー、もう生き返ったしね、おっちゃんはめちゃくちゃ重宝してます。今なんかちょっと値段上がってるみたいですね。今なんかちょっと前まで8000円ぐらいだったんが、まあこのネットのサイトにもよるんですけど、高いところで1万2000円ぐらいとか、もう何でも物価は上がってますね。もう本当にね、最近ねつくづく感じるようになってきました。それでじゃあ何をするかといったらね、もうこれはね多分ね、おっちゃんにとって今日バイク乗るなって言ってね、危ないから乗るなよっておっちゃんに言ってくれたと思ってるんですよ。こんな日はね、もう急遽これをやめてね、CB ちゃんで最近よくね、いいね言うてくれることがあるんですよ。これはねまたね、前回も動画作ったんですけどね、またお願いしますというのがあったんでね、これはね、ここからはね皆さんねちょっとね好き嫌いがあると思うんです。好き嫌いが、それでね、今からの動画はね CB ちゃんのね音だけの動画になります。それで、また直感の音聞かせてくださいっていうのがあったのでね、直感の場合とそれとサイレンサーを入れた場合のね、音をね、また動画撮っていこうと思ってます。音がねブン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 うるさいわっていう方はね、不愉快に思う方はねもう見ないでください。もうこの動画をね見たいと思ってる方だけ、ご視聴の方よろしくお願いいたします。ではね、今から CB ちゃん楽しみまーす。おーす。はい、早速やっていきたいと思います。それでね、エンジンはね、あらかじめかけて今ね、だいぶ暖かくやってます。暖気は終わってます。ではかけます。これがね芯ありです。はい、それでね、今から芯を取ります。
りました。はい、お待たせしました。今からね、芯抜きかけます。これは飽きまへん。やばいね。まあ私の印象からしたら、久しぶりに芯を抜いたら、こうなんていうかな、あの太鼓を叩くような鼓動、ズーズー、それとフォンフォンっていうね、2種類が混ざった、めちゃくちゃやばいね。これはちょっとあかんのでね、それでこれは敷地内でね、コードには走りません。今からね、サイレンサー入れます。ちょっとね、芯継ぎで走ります。はい、今日はね、急遽、まあゼファー七半くんがねエンジンかからなかったので、急遽 CB400 フォアでね、遊ぶことにしました。あ、それでやっぱりね、なんかね、朝ねトラブったらね、それをね乗って道を走っていて事故起きたら嫌やなと思ってね、今日はね、もうゼファー七半くんは乗らない方がいいよなって教えてくれたのかなと、もうプラス思考でね、取るようにしてます。それで今充電してるのでね、今日の夕方にはねもう満充電になってね、またエンジンもかけられるかなと思ってます。それで、ちょくちょくですけどね、前もこういうオートクラブやったんですよ。だからそれのね、まだ未だにね、2年前の動画に対してでもね、温かいコメントいただいたりするんでね、それで、またリクエストにお答えしてね、今日久しぶりにねおっちゃんサイレンサー抜きました。やばいね、あの鼓動、下からドドドドドドドってくるね。やっぱりね、もう今年おっちゃん60になるんですよ。これはやっぱり、ダメかなと思いました。あ、というわけでね、おっちゃんはねこのサイレンサー付きで、ちょっと大人しめのね、可愛い系のこの CB のサウンドがね、おっちゃんは、今はめちゃくちゃいいと思ってます。というわけでね、今日の動画いかがでしたでしょうか。もしよかったらいいね、高評価お願いします。それとまた、チャンネル登録してね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、CB ちゃん楽しみました。おーす。